一生現役でおるための収入はそんなにガツガツ儲けるじゃなくて、あ、このことに携われながら利益おまんま食えたら楽しいよなっていう分野に折れるとよ、最後は。うん、だから年金はもらえんことないことはないけ、ちゃんとしておけば。そう、ただしそのじゃあ例えば55で死ぬとするんやったら、それは寄付しとったと思えばいいやんかそうですね、もうでもそれはもう分かんないもんですよね、自分には、うん、そうだけど、長生きしとってよかったねってことなるやん、そうですね、天命も分からんわけだ、うんね、確かに確かに、わあ年金上げかけとって失敗したって言わんでいいやん、うんうんうん、次の誰かにもありよっちゃけ、うんうん、そうですね、うんうん、考え方だわね、うん、そうそう、だけどあのね、何も間違ってない、 どれも間違いじゃないっていう、うんうん、そうですね、だから早く死んだらあの人に寄付したと思えばいいや、うんうん、チャリティーだ、そう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 、だけどね、あの自分がもらえん件かけないっていう考え方をみんながしたら、だけあの、崩壊しますね、あのそうそう、だけどみんなが自分のことそんなことばっか考えよったりする件崩壊しよった、ただね昔の人と違って、あの会社が背負わないかんリスクを負いようしゃれんの、ほら派遣とかパートとかアルバイトさんで正社員をたくさん雇わない、でいざってなったら派遣切りとかいう感じで、まあそうせんと回らんらしいっちゃけど、公務員とかもほらあの派遣とかで結構雇いようしゃれないなもんやけん、なんかみんながほらそれで当たり前と思ったけど、派遣の人たちと普通の正社員ってやっぱ全然ほらあれが違ってくる、だけど格差社会になっていくよね、そこはいい図じゃないなとは思っとうけどね、うん、いやだからそこは社会問題だなとは思うけどね、でもさ派遣にならんよりなんとか正社員の方で頑張らないかんっていうのは、まあ、考えないかんかな、みんな選びすぎ分からんけど、その若い人を、うん、どういうことですか、だから要するに、うん、派遣でもいいけんしたい仕事に就きたいっていうことなんかな、どっちな、多分正社員になれないから、とりあえず生きていくためには派遣でも働かないといけないんじゃないですかね、多分の方だと思うけどね、正社員ってなかなかなれないですよね、っていう感じじゃないかな、そうかな、でもさ、なんかほら高卒でもなんか専門学校でもなんかあれじゃない、ね、なんか正社員になる道あるっちないと、その時にちょっと安易な選択をしてないって思います、やっぱり、うんうん、その時に真面目に人生考えてないくない、あとなんかみんなポンポンと行き過ぎた気がする、あもう自分に向いてないわとか、うん、まあ、ちょっと嫌だわって言ったらすぐやめるから、うん、結局その後に正社員がついてくるのに、うん、そこで我慢しきれないっていうのが、うん、なんかみんなある気がする、うん、なんとなくですね、うん、だからみんな普通じゃないか、普通もう考え方いろいろだから分かんないけど、なんかもうちょっと我慢とか、あ、向いてる向いてないって分かんないじゃないですか、うん、そうよ、向いて、うん、あのね、とにかく仕事なんかね、うん、向いとうとか向いてないじゃなくて、自分がね恋焦がれてる人がいるとするじゃない、うん、もう一生振り向かせるために努力するみたいな感じよ、うん、で、本当よ、いや本当そう思うよ、ね、でちょっと振り返ってくれるとはっって、あ、もう今日は笑顔が見れたみたいな、もうそう、仕事ってそういう存在よ、会うとか会わんとかじゃない、もうずっと恋焦がれてる憧れの人になんとかもうなんかこうせめて一緒に歩きたいぐらいの感じ、あ、その考え方素敵だわ、みんなそう思えば、もうおはようなんて言われて、とか、一緒に仕事できるんですかみたいな、私一緒、すごい、じゃあ早いですね、35年そうよ向いてはいますね、もう、いや分からんけどとか、もうね、いっぺんなんか高は舞い降りたみたいな言葉あるやない、もうふわっとあの羽が降りてきたとき信じしまう、もうエクスタシーよ、ほんと私もそう思った、ああ鷹が舞い降りたみたいな時があるよ、いや本当に、いやもうそんな、いやでもよ、鷹がまだ私35年で持っとうけん、まだまだ、うん、まだまだ、だってコロナを理由に廃業なんていうやつもおるやんか、理由つけて辞めるやつおるやんか、あれ理由つけて辞めようだけやけん、僕もそれ思いますね、やろ、そこがやろ、あーこれめっちゃの手のいいあれやなみたいな、みんなにあんま言われないよ、ね、あめっちゃきついけど仕方ないね、いやそれで悪いけど、この時はね、この時はオイルショックというものがあったわけよ、あ、ね、あもう聞くやろよくやろ、なんか今返し目、返し目があってのも、いやあの時はね、すごいインフレになったよ、それぐらい結局日本の経済とかなんかも弱かったっけ、もうだけもう本当お母さんと大変だったよ、だって普通のだって卵とかがさこう言ったら1000円になっとったみたいな話なんやけん、
200円以下前後で通ったも